MF ゴースト第2期アニメを毎週見るのが最高すぎて幸せだぜ。MFG 第2戦のレースが熱くて激しい展開ばかりで驚きよ。MFG ドライバーたちが操るマシンも迫力があってしびれるわね。片桐かなたたちが見せるドライビングテクニックが強烈すぎるな。よし今回は MF ゴーストセカンド最強すぎたドラテク技術5戦だ。作品でどんな運転を見せているかとても気になるわ。それでは早速、ゆっくりしていってね。一番目は相葉俊がマシンの性能で見せたドラテク技術だ。愛車の力を信じ勝負どころで柳田拓也を抜き去った光景。彼の熱く思いっきりのいい運転がとても輝いているから選んでみたぜ。相葉の走行技術がどんなものだったのか知りたいわ。それは MF ゴースト第15話駅伝ストレートのメイトアンに注目だぜ。相葉は MFG 第2戦芦ノ湖 GT の決勝レースを激走。雨の悪天候の中を日産 GTR ニスモ会を操っていたんだ。いい性能の車両を持つ相葉でもコース走りにくかったんでしょうね。第2戦のゲスト解説者がゼロアカデミーにいた時の池田裕二。出身者として池田の前で無様な走りができないと気合が入っていたぜ。相葉が集中し緊張感いっぱいの光景がレアすぎるわ。そんな相葉の前を柳田拓也の BMW M6 クーペ海外たのさ。相葉はコーナーの魔術師と呼ばれる柳田に注視。雨の日の運転で車両のパワーが十分に発揮できないと見抜いたんだ。相葉の軽眼が冴えまくっていて素晴らしいわよ。相葉は柳田を抜けるチャンスが高いと確信。少し長めの場所で GTR のパワーが全開できるタイミングを待っていったんだ。若干の上り勾配なら一番ベストだと虎視眈々と狙っていく相葉。相葉はそれで勝負に出たってわけね。ヘアピンカーブに差し掛かり立ち上がった瞬間でラインをクロスさせたのさ。相葉は柳田の車と並びトラクションで寄せ付けずに抜き去ることに成功。なかなか強引だけど力強い走りが気に入ったわ。リア駆動の BMW M6 が G から逃れるためワイドなラインを実行。相葉はその隙を見逃さずに狭い場所でアクセルを踏んだぜ。GTR が持つ 4WD トラクションを生かした攻めを展開していったんだ。柳田の愛車は 2WD で勾配と長めの加速時間がかかり不利。相葉が柳田に勝った瞬間がとても熱かったので選んだぜ。アグレッシブでマシンの力を最大限に利用した相葉の技術。シンプルだけど潔く果敢に挑む素晴らしいドラテクだと個人的に思うわ。2番目に語りたいのは片桐かなたが見せた切れ味抜群のドラテク技術。MFG 第2戦の予選タイムアタックで見せたドリフト走行が痺れるぜ。MF ゴーストの主人公が見せる運転技術に興味津々よ。MF ゴースト第13話前落ちる白い死神を見ればわかるぞ。かなたはトヨタ86を運転し MFG 第2戦芦ノ湖 GT の予選タイムアタックに挑戦。やがて富士山の火山灰が降り積もる難所スリッピートラップに近づいたんだ。聞いているだけで滑りやすくて危険な場所だと感じちゃうわ。ブースからその様子をくまなく確認していた相葉俊と尾形。彼らは死神エリアに突入したから減速しろとアドバイスをしたのさ。かなたを心配しての忠告は正しいことだと思うわよ。しかしかなたはドライビングでアジャストしていくと宣言。意図的に車両のリアを振り出してコーナーに激しく侵入していったんだ。それがドリフト走行だったってわけね。それを見た相葉と尾形はかなたのラリーストみたいな運転に驚愕。しかも尾形は86のトラクションコントロールをキャンセルしていると相葉に説明していたぞ。かなたの大胆すぎるドリフトは MFG 運営が注目フラグを表示。レース観戦している誰もがかなたの走りに釘付けとなってしまったぜ。とても衝撃的だったから当然の結果だと思うわ。MFG 統括本部長の上流文弘はかなたのドラテクを見てあることを回想。過去にいたプロジェクト D のダウンヒルエースであった藤原匠。かなたが師匠直伝のゼロカウンタードリフトを使ったと動揺したんだぞ。上流本部長も落ち着かなかったでしょうね。荷重移動で最小限の打角を利用し走行ラインを自由自在に操作。かなたは攻めのラインを作り次第に順位を上げていったのさ。もう美しくて無駄のない芸術的なドラテク技術で間違いないわ。アニメ映像でも迫力がありとても鮮やかな神業級テクニックだぜ。個人的にこの部分は作品で見てほしいと思うぞ。本当にかなたの技術が最高だと理解できるはずだ。かなたと86の走る勇姿を早速チェックしてみるわね。3番目に話すのは北原のぞみが雨のコースで見せたドラテク技術さ。ヤシをかけるとのフォーメーション走行を使用できなかった彼女の運転。片桐かなたの走りを参考にして柳田拓也をうまく抜くことができたんだぜ。MFG 唯一の女性ドライバーがいいところを見せてくれたわね。のぞみの進化と成長が強く浮き彫りになったインパクトある運転技術だと思うぞ。MF ゴースト第17話過酷な現実を見れば彼女の奮闘が見れるんだ。北原のぞみは MFG 第2戦芦ノ湖 GT の決勝レースを走行。ヤシをかけるとともに得意の連携ができずに苛立っていたんだ。どうしてそれがうまくいかなかったのかしら。かけるのマシンであるロータス XCG 回が来なかったからさ。セットアップに失敗して雨の路面で滑り順位をキープすることが不可能。のぞみは連携プレイを諦めて一人で戦っていくと宣言したんだ。ソロで立ち向かう覚悟があって強いハートを持つ女性ドライバーね。
彼女の前に大谷陽介と柳田拓也が走っていたぞ。兄のかけると実行するサンドウィッチフォーメーションを一人でできると確信する望み、愛車アルファロメオ 4C 回で柳田の乗るマシンに接近していったんだ。強気でひるまない攻めの姿勢を見せる望みが大好きよ。望みは MFG 開幕戦でバトルした片桐かなたの走行に衝撃、瞬間移動のような動きがいつまでも脳裏に焼き付いていたのさ。そこでかなたの技術をイメージしたってことでいいのかしら。かなたの神業級テクニックはできないが、水煙の煙幕に隠れて走行できると判断。アウトに行くと見せかけてインに入り曲がっていったんだぜ。望みの愛車は柳田の BMW M6 クーペ界と並ぶことに成功。柳田の得意とするコーナリングで勝負に挑んだぞ。大胆な一人サンドウィッチフォーメーションが炸裂したわ。望みは動揺せず楽に賞賛があったのさ。自分の登場する車ならトラクション性能が柳田よりも上、カーボンモノコックも甘く見るなと張り合っていったんだ。それで望みちゃんは一体どうなったのか気になって仕方ないわよ。接戦の末に柳田をオーバーテイクすることができたぜ。望みの活躍を見た MFG エンジェルスの沢村マリエがすごいと感心。自分と同じ18歳の女性で結果を出していると高い評価を見せていたぞ。望みによく頑張ったとすぐにでも言いたい気分ね。セコンドを担当する山谷も望みの運転を大絶賛。アニメではうまくいったドヤ顔の望みが見れるから注目してほしいぜ。望みの自信に満ち溢れる表情がとても見たくなったわ。早速彼女が見せたいキナドラテク技術を作品でよく確認するわよ。4番目に説明したいのは沢渡り後期の鬼神すぎるドラテクだな。彼がミハイル・ベッケンバウアーとの競り合いで見せた運転、超強気でアグレッシブな技術はミハイルを抜き首位になったんだぞ。沢渡りが1位に浮上するのだから凄まじかったと想像できそうよ。 MF ゴースト第16話鬼神沢渡り後期の内容を見れば理解できるぜ。沢渡り後期は MFG 第2戦足の子 GT からアルピーヌ A1 展開に乗り参戦。決勝レースで先頭を走るミハイル・ベッケンバウアーを追走していたんだ。2位で頑張っている沢渡りも本気ですごいドライバーだと思うわ。そんな沢渡りは何とかしてミハイルを追い抜こうと画策、2周目の死神エリアで実行しようと決断したのさ。沢渡りが勝負する場所がかなりハイリスクすぎる地点で怖いわね。彼はカーブでミハイルが運転するポルシェ718ケイマン GTS 界に激突。ポルシェがぐらついた隙にすかさず抜こうとしたのさ。沢渡りったらなかなかエグいファイトを仕掛けてきたわ。ただミハイルの方もそのままでは終わらなかったぜ。逆にアクセルを踏んで沢渡りの車両に思いっきり当たっていったぞ。お返しするミハイルも負けていないわね。さらにポルシェはアルピーヌの運転席側ドアへと接触。沢渡りの車はガードレールに勢いよく吹き飛ばされたんだ。過激で白熱したプライドのぶつかり合いが強烈すぎるわ。それでも沢渡りはひるまず加速を止めなかったのさ。しかもその表情は鬼神のようにとても怖かったぞ。沢渡りがここまで真剣にバトルしていくのに驚きよ。そして沢渡りはついにミハイルのマシンを抜き首位に浮上。3回衝突しても沢渡りが限界を超えたハイスピードの加速がすごかったぜ。ミハイルも沢渡りが一瞬でも本気にさせたと高い評価。走行ラインの奪い合いに勝利した沢渡りの走りが見事だ。本当にドラマティックなオーバーテイクで興奮してしまったわ。ポルシェのリアに激突しバランスを崩した沢渡りの戦略、立て直しを困難にさせるほどのタイムロスを与えたことが勝因だな。沢渡りのドラテク技術が壮絶で最強だったと断言しても問題なさそうね。最後に教えたいのは片桐かなたが霧の中で見せたドリフト走行。リスクを恐れず実行した彼のメンタルも驚異的だ。その運転技術は凄腕で MFG ドライバーたちを瞬時に抜き順位を上げたぜ。視界の悪い中で走行するかなたが天才的よ。MF ゴースト第18話足の子スカイラインの悪魔を見てほしいぞ。 MFG 第2戦足の子 GT 決勝レースは激しい展開を見せていたんだ。雨の中苦戦しながらも走り続けていく神フクティーンたち、やがて容赦なく足の子上空を降っていた雨が止んだのさ。それはとてもいい状況に回復してくれてよかったわね。MFG ゲスト解説者の池田裕二は嫌な予感がすると危惧。雨の中での走りを得意とする片桐かなたも同じだったぞ。どうしてかなたがそう考えていたのか知りたいわ。彼にとっては路面の流れる雨が少なくなるほど不利な状況に到達。前を走る前園和弘を抜いてもすぐに逆転されると危機感を感じたんだ。なんとかマージンを作りたいと必死に方法を模索するかなた。すると足の子スカイラインに異変が発生したんだぜ。一体何が起こったのかしら。足の子スカイラインで名物と呼ばれる白い悪魔の現象が出たんだ。雨が止むと気流の変化により高確率で起こってしまうのさ。現実世界の足の子付近は本当に霧が生まれやすい地域なんだぞ。考えたくないけどとても最悪すぎる雰囲気しか感じないわ。白い悪魔はスリッピートラップにも重なり超危険地帯へと変貌。 MFG レース続行不可能の危機も出てきたぞ。最悪な環境の中でも MFG レースは継続できたと考えていいのかな。MFG 統括本部長の上流文博は堂々と続行すると英断。雨も霧も関係なく中止にする理由がなしと基本理念に従ったんだ。上流さんの強い決断がかっこよくて痺れるわよ。
それを聞いた尾形はブースからすぐにカナタへと連絡。走る先にキリがありレース続行の内容を伝えたんだ。それを聞いたカナタはノームをハレルヤだと喜び大絶賛。神様がくれた大きなチャンスだと攻めの走りを準備し始めたのさ。不利な状況を有利に変えていこうとするカナタが素敵よ。カナタは MFG 開幕戦で見せた音声カウント作戦を実行すると尾形に説明。尾形の静止を拒否し挑戦すると告げたんだ。カナタの本気モードがとても熱くて最高ね。カナタはホンダ NSX コンセプトに乗る前ゾノを攻略すると宣言。カウント開始後には赤羽カイトのマシンに追いつき前に出ると言ったぞ。カナタのスーパードラテクが始まると想像したらワクワクしてきたわ。霧の中でレースをするのがクレイジーだと消極的な前園和弘。減速と徐行運転で守りの走りをキープしていたんだ。そこでトヨタ86を操り NSX の隣に並んだカナタ。86は NSX の前に出てその場から一瞬で消えたのさ。それがドリフト走行だったってわけね。前園は86の車体が目の前で横を向き消失したと驚愕。ドリフトと見抜いたが視界の悪い中でなぜやるのか理解できなかったぞ。頭のいい前園でも困惑するのが仕方ないと思うわ。それから尾形のカウントを聞きノームの中を86が激走。カナタは前方が見えない中でも脳内で動画を思い出していくんだ。その光景を見る者たちはカナタが見せる驚異的な進撃に動揺。異常事態が発生したと誰もが衝撃を受けていたぜ。とてもインパクトあるから冷静じゃいられないわね。スロットルを操作してハンドリングしていくと自由度が倍増。速さと安全面を考慮するにはドリフト走行が適していたんだ。ラリーを走るドライバーのパフォーマンスに近かったカナタ。本当に優れた運転技術を持つ証明も示してくれたぞ。藤原拓海が鍛えた教え子は成長が凄まじいわね。前園を追い抜いたカナタのその後を聞きたいわ。カナタと86は赤羽との距離を急激に縮めることに成功。フェラーリ 488GTB 界の背後に接近して勢いよく抜き去ったのさ。カナタの見せる神業級のドライビングテクニックに圧倒されるわよ。赤羽はカナタのドリフトを見て大きなショックを受けたんだ。霧の中で蜃気楼を見たのかと固まっていたぜ。悪天候の中で見せたドラテク技術がハイレベルだとよく理解できたわ。以上が MF ゴーストセカンド最強すぎたドラテク技術5000だぜ。今回の動画はこれで以上だな。この動画がいいと思えば高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、またねー。